おはようございます。セブライフの友です。茶色豚同士仲良しということで撮影してたんですが、喋り出すとびっくりして離れちゃいます。どっちかというとね、この茶色焦げ茶種豚ちゃんがかまってかまってという感じですね。ああ離れちゃった。もうちょっとまた戻ってくるの待ちます。再会。離れちゃった。もっと遊んでよって感じだよね。自分がここにいるのが気に食わないのかな。眠たそう。ブーブー言ってコミュニケーションを取ってるのでしょうか。というか鼻をつけ合ってなんかコミュニケーションを取ったりしてるのかな。意思疎通はできるのでしょうか。よくわかりません。眠たそう。右が男の子で小豚、ちっちゃい小豚、左が女の子だからイチャイチャしてるのかな。お互い一人部屋だから構ってっていう感じなのかな。やっぱり近くにいると安心するのかな。すごい安心してる表情。少しずつですがみんな大きくなってますね。はい。あ、寝た。このね、茶色仲良し子豚、全然関係ない話なんですが、今朝ね、市場で野菜を買いました。この町の市場ですね。で、野菜がね、まあキャベツとか玉ねぎ、じゃがいも、ネギとか
あとは奥さん用のさつまいもですねを買って、値段がね、800円でした。でなんかちょっと高いなと思って自分で計算してみたら600円だったんですね、うん、その場で気づいたから、まっすぐね200円分ぐらいをお金を返してもらって大丈夫だったんですが、多分ねお店の人も悪気はないと思います。自分が見えるところで値段、紙にね値段を書いて、一つ一つですね、キャベツいくら、ジャガイモいくらって値段を書いて、で電卓を使って計算して、で800円が弾き出て、で自分がねざっと計算しても絶対に800円いかなくて、でまたそのねおばちゃんの電卓を借りてやったら600円で、あら600円だったわっていうような感じでね、200円返してもらいました。まあ悪気はないとね思いますが、こういうことはね本当によくあります。役所でもね、移民局本当きっちりしたところでも1000円ぐらいね取られたり、だいたい多いのが道端の露店みたいなとこですよね、のなんだろう焼き鳥みたいなとか、焼き鳥串に刺さった豚肉とかをね焼いて売ってるところとかでも電卓を使って計算してるのに全然金額違うみたいなね本当にどうなってるんだって思いますが、よくあります。この間はね初めて、店側のマイナスっていう計算もありました。普通のお店でね中古品を売ってるお店、なんだろう古着屋さんみたいなところでファームできるズボンを買って、それが600円ぐらいだったんですが、レジに行ってねレジで計算して、まあ、レジでちゃんとねはたいて金額が出たら200円ぐらいだったんですよ。400円、店側なんでそういう計算になったのか分かんないですが、1点しか買ってないのに1個ズボン600円のズボン買ったら200円でね買えました。はい、まあねその時は黙っておきました200円で買えたラッキーっていう感じ。うん、本当にねそういうこともあるから、多分ねフィリピン人がそうとか、そうやってね、騙そうとしてるとかそういうわけじゃなくて、ただ単にね計算があんまり苦手とかそういう感じだと思います、うん、暗算でもざっと計算して分かるぐらいのミスが平気であるので、しかも電卓を使ってやってるっていうとねなんかよく分かんないですよね。で、うん、まあ目の前でねそうやって計算して間違えてくれるので指摘しやすいですが、隠しながらね値段も見せずにわざとこう見えないところで計算してお金を出され、あの何円ですとかって言われるとちょっと怪しいですよね。はい、また全然関係ない話です。時間を使ってしまった。今日はね仲良しチャイロブタという動画でした。なんかねよくわかんないんですが、種豚ちゃんなんかわかんないです、こういうねなんかわかるかな、白っぽいね乾燥肌なのかな。はい、前ね2頭茶色豚、他にここにね女の子いたんですが、その2頭はねこんな風になってませんでした。だいたいねみんなこういう柵とかで痒いところをねガリガリっとこすってたりするんですが、まあこんな感じにはならないんですよね。種豚玉がついてるからなんか男性ホルモンがあってとか関係してるのかな。どうですか、なんでそんな皮膚が白っぽくなるんですか。汗わかんないよな。はい、なんかいつも耳パタってしてんのに耳が上がってて可愛いね。ほら、で、ああやってガリガリするんですよね。ガリガリ。あ、しなかった。お、玉を見せてあげてるな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。最近はね、すっごい拗ねて怒ってた粉状の餌も美味しそうに食べてくれるようになりました。よかったよかった。ありがとうね。すごい。バイバイ。